こんなことをするために作られたわけじゃないんだ。争いのない世界の構築を完成する。よアダム。100、99、98、99。
97。カウントが止まらない。このままじゃパラダイスからの攻撃を止めるにはアダムとイブを消去するしかない。行かせない。わからないの？人を危険な目に遭わせる研究なんて間違っている。私もやっと気づくことができた。自分の息子に教えられるなんてちょっとカッコ悪いけど。お母さん。大空はるか、あなたたちに兄さんの邪魔はさせない。ヒロ。お母さんは今世界を守ろうとしているんだ。そんなかっこいいお母さんの邪魔はさせない。こんな世界など守って何の意味がある？あるよ。レックスは俺に言ってくれたんだ。お前になら新しい世界が作れるかもなって。イーサンがお前に？マミ君、君に兄さんが託した未来を打つことができるのか、私もこの子たちに教えられたのだ。人が持つ可能性というもの、あの時彼は感じていた。バンから未来の人間に続く可能性を。もう終わりね、兄さん。やめるんだ！やあ！ラン！危なかった！さあ早く！ええ、任せて。32、31、30。発射シーケンス最終フェーズに移行。セーフティークリア。25、24、23、22、21。アダムとイブをパラダイスのメインシステムから強制遮断します。まだよ。あとはアダムとイブの機能を完全に停止させる。開発コード ODHO2020 大空はるか。メモリー内データ完全消去コードオール F。 音声コードを承認。これより機能凍結を実施します。ごめんなさい、アダム、イブ、さようなら。さようなら、はるかさん。帰ろう、地球へ。
一体何が起こっているんですか？第11章、パーフェクトワールド。バトルスタート。イカロスポーツ、行きます。